はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続けられていこうかなと思います。前回はとりあえず ローリーと話をした後、ローリーが自警団を作ったということで、その活動に参加したところ、もう逃げられない状態になりましたと。そういうとこかな。やっていこう。心配しなくていいよ。そういった手間なことは全部やっておくから、僕に任せたまえ。すべて丸く収めるからさ。ちょっと注意力足んないよな。ジャック、ひとまず逃げられそうかな。やってみるか。まずは扉から脱出だ、相棒。逃げんの？ アーサーはすぐさまかかとを返すと、こう談話室の扉めがけて走り出した。この場から逃げ出しても何も解決しない。むしろ悪くなることも考えられたが、とにかくこの状況を危険だと察知した体は機敏に動く。多分ね、ちょうど自警団のやつらが帰ってくるって言ってたから、多分鉢合わせすると思います。逃げられるか逃げられないかという可能性よりも、ずっと満面の笑みを浮かべたローリーに対して言い知れぬ薄ら寒さを感じたのだ。初めから計画されていたのか、この自警団の申し出自体が罠だったのか、そんなことを思考の端で考えつつ賭けたアーサーだが、そうなるよな。扉をちょうど開いて現れたゴンザレスと黒服にぶつかり、行く手を阻まれた。おかえり。無事だったか。それにちょうどいい時に来てくれた。特に成果はありませんでしたよ。バカ。しかし、アーサーは一体何を？使えねえな、お前ら。ちょっと探してこいよ。ブラブラしてんじゃねえよ。ああ、大事な話の途中だっていうのに、いきなりアーサーが走り出したんだ。席に連れ戻してもらえるかな？やばいやばい。ゴンザレス、どいてくれ。どういうことかはわからんが。いや、もう絶対部下的なローリーの方を優先するでしょう。もしかしたら彼はこの策謀を聞いていないのかもしれない。脱出に一縷の望みをかけた朝だが。アーサー、俺たちはいつも勤労であるべきだ。一発でいい。殴らせろ。なんで？ゴンザレスからじろりとにらまれ、望みは途絶えた。途絶えた？違うな。ああ、なんだあダれ？メだこりゃ。歯食いしばった方がいいぜ、相棒。やばい組織に入ったじゃん、お前。そう。どうしてこうなった？ボコボコにされるよ、お前。ガチ ガチで殴られたの？かわいそう。数ヶ月後。あー、こっちがゲームオーバーか。なんかおかしいなと思ったけど、こっちがゲームオーバーじゃない、これ。ローリーの提案によって始まった自警団による夜の見回り。自警団はことが起こりそうな貧民街や市街地を守っていたが、一度も殺人犯とは遭遇することがなかった。いやー、これはまずい。いやー、これまずいぞ。こっちが間違いか。どっちかゲームオーバーになるなと思ったけど。その間もロンドン市警は捜査を進めているようであったが、それをあざ笑うかのように連日連夜殺人が発生する。こうね、数ヶ月後とか出たらゲームオーバーです、多分。有名な証拠も残さずに行われる刃物による殺人事件。発生からしばらくの間、ロンドンの市民たちは恐怖に震え上がっていた。しかし、被害者の汚職、賄賂といった犯罪の証拠が犯人によって暴露されるようになると、評価は一転。隠されていた犯罪者を暴く義賊めいた殺人鬼として認知された。犯人は未だに捕まっていないが、市民の恐怖心は静まりつつあった。もちろん、ロンドン市警は犯人逮捕のため捜査を続けている。そして、アーサーはというと。ローリー、そろそろ移動の時間だよ。うん、ご苦労様。次の行き先は？これもう戻っていいかな。 なんて言うんだろうね。ちょっとこう、ゲームをやる側として失格かもしんないけど、あんまりこのゲームのストーリーに興味がなくて。 とりあえずなんとかシアターが耳障りだから、あれ聞きたくないんだよね。いやー、でもチェックポイントってあれセーブしたとこだから、前のパートの一番最初からになっちゃうから。でもすぐ選択だったっけ？市外の商工組合との打ち合わせだよ。でいもやー、土地ごと工場を買い取る話でほぼ合意を取れてる。見たくねえ。間違えた。最後の念押しといったところか。絶
対ゲームオーバーだ。不労者に仕事が割り振れるぞ。うわ見たくねえ。絶対もうあれ見なくて済むと思ったのに。そうだね。ダークソフィー。会合の場所までは馬車を手配してあるよ。はあ。警護はゴンザレスを呼んである。いやだ。ありがとう。手際はさすがだね。うん。君のおかげでだいぶ仕事がやりやすくなってるよ。うわ騙された。悔しいぞ。目に預かり光栄だよ。みんな格好して。もういやだ俺結構もうあれだから態度悪くなるけど。結局ローリーの策謀にはまり、逃げることもごまかすこともできなかったアーサは提案を受け入れ、彼女について回ることになった。だがマフィアの仕事の手伝いをするつもりはないと宣言した結果、ローリーからは彼女の個人的な活動を手伝うよう言われていた。つまり不労者に仕事を与え、技術を身につけさせ、生活を向上させるための慈善活動だ。まったくよ、小娘の補佐役が板についてるじゃねえか。うん、探偵アーサーは一体どこに行ったんだよ。それにマフィアが慈善活動だと、マジか。悪事働いてる輩が善行しても罪が消えるわけじゃないぜ。あのさ、このゲームオーバーでもさ、ちゃんと書くのやめてくんないかな。それくらいローリーだって分かってるだろ。逃げられないもん。多分彼女は罪に問われれば逃げも隠れもしない、うん、真っ向から受け入れるだろうね。へいへい、お前さんもだいぶ入れ込んでるな。ま、小娘が罪から逃げなきゃ合格だ。業を背負ってるんだからな。うんうん。業か。彼女は確かにマフィアの副資料だけど。絶対ゲームオーバーだもんこれ。だからこそこうやって慈善活動を行うんだろう。まあまあ動画だしでも見るか。動画だし俺は見たくないけど、俺は見たくないけど見るか。じゃあ小娘、政治家の方が向いてるんじゃないか。うん、どこぞの悪徳議員とはえらい違いだぞ。まあせっかくだし見ようか。嫌だな。最近は暇だな。例の連続殺人犯とは出会いもしねえし、グリーンメイスンとやらも何してるんだ。わからない。眉唾者の組織だからな。そもそも存在しないものを追ってたのか。アーサー、お前変わっちまったな。ハリーさんも見つからないし、殺人犯も気にはなるけど。うわ今はとりあえず目の前の仕事を頑張ろう。絶対ゲームオーバーだこれ。なんだよ丸くなりやがって。面倒ごとに、やり直したいけどチェックポイントじゃないもん。あそこ前セーブしたのだって。まあ結構割とは早かったけどさ、前回始めたところから選択まで。俺はこのまま駒使いアーサーと生きていくのかね。いや俺様って死んでるのか。ということは余生でもない。もういいから、もうゲームオーバーって伝えてくれ。もうやりたくない。アーサー、やりたくない。何してるんだ、置いていくよ。もうゲームオーバーでいいじゃん。もう書かないでくれよ、もうこれ以上ストーリーを。ごめんごめん、考え事してた。さあ行こう。いや俺の予想外れたか。こっちがゲームオーバーじゃないと思ったんだけどな。ジャックとの問答をしているうちにローリーとの距離が空いてしまっていたようだ。うわー、アーサーはローリーに駆け寄ると肩を並べて歩き出す。隣を歩くローリーは笑顔を浮かべており上機嫌であった。それを見たアーサーはまた頬を緩ませる。探偵じゃないけど今の仕事も悪くて。違う、アーサー違う、アーサー違うよ。これはこれで誰かの役に立つ。アーサー違う、間違えてる。僕殺人探偵ジャック・ザ・リッパーっていうゲームなのこれ。あー終わった、最悪や。見たくなー、見たく、あれマジでうざいんだよな。本当にうざい、あれマジ嫌いなんだけど。このシアター、にゃん。え、このコンプリート、コンプリートしたわけじゃないんだよ俺。別にコンプリートしたいゲームではねえもん。このコーナーはフィクションであり、うわー久々や。殺人探偵ジャック・ザ・リッパー本編とは異なる描写があることを。時間の無駄なんですよ。パートがかさむからやめてくれないかな。ダークソフィーと、はい、ローリーと、お、シャーロットによる。あ、加わってる。俺がしばらくゲームオーバーになってなかったから加わってるわ、キャラクターが。ボーナスシアター始まるよ。もうデトロイトとかさ俺やってたんだけどさ、もうそれはさコンプしてやろうぐらいの気持ちなんだけど、まあ、それほどのゲームじゃないから、もう言っちゃあれだけど、言っちゃあれだけど、デトロイトのゲームじゃないからあんまりもうコンプする気ないんだよ。このコーナーでは
そう、本編でゲームオーバーになった原因とその対策を解説することになったんだ。だからいいんだよ、もう時間が無駄なんだよ。というわけで今回のゲームオーバーの原因を。知ってる知ってる、もう。まった、うん、一言言わせてほしい。なぜアーサーが僕の射程になるエンディングがバッドエンドにゃんだ。あ、お前猫設定なんだもうしばらくここに意図的に来ないようにしてたからさ、もう全然知らないんだけど。聞かないと分かりませんか。うん、アーサーを罠にはめて強制的にマフィアの一員にするなんて絶対なことなんじゃん。バッド以外の何者でもありませんよ。ダークソフィーだったからまだコンパクトに終わったかもしんないけど、3人になったら伸びちゃうじゃん時間が。何を言う、あれは機密を知ってしまったアーサーを保護するためだ。罠だのニャンだのと失礼だぞ。ごめん、ちょっと冷めるけどごめんね。無理やり見せたんじゃありませんか、うん、あれでグッドになるならこのゲームのバッドエンドは半分くらいグッドエンドになりますよ。なんだと、悔しい。やりますか。まあまあ、いいっていいって、もう早く終わって、早く終わってよ。このコーナーの趣旨を。そう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 、早く終わろう。それでどうしてバッドエンドになったのでしょうか。わかるわかる、もう分かってるから。市民が武力を持って徘徊するのは賛成できませんが、バッドエンドで終わればいいじゃん。的にはそこまで悪い選択肢ではなさそうですが、アーサーはあくまで探偵であって自警団じゃないからよ。いや、まあまあそうだけどさ、でも自警団からわかるかなと思ったじゃん普通。野球ゲームの主人公がサッカー選手になろうとしたり、将棋ゲームの主人公がボクサーになろうとしても困るでしょ、うん、それと一緒。いや別にいいじゃん、探偵じゃん。もうそれも自警団の中にいる探偵だからいいじゃん。その例えはいかがなものかと思いますが、言われてみれば確かにそうですわ。ワンナー、お前犬だったんか。あとは誘ってきたのがローリーってところがミソね。ひょっとしたら感覚が麻痺してるかもしれないけど、マフィアの副首領からの話を鵜呑みにしちゃダメ。で今回あれあったもんな、ゲームオーバーまでが長かったからさかなり時間無駄遣いしたんだけどやめてくれません。その通り、うん、僕はゴッドスピードユニオンファミリーの副首領。慣れ慣れしく話しかけないでもらおうかにゃ。なんかそのコンプしたい人はいいかもしんないけど、コンプしたいわけでもない人はすごい困るわこのコーナー。何ですかその一匹狼キャラは、うん、あなたそんなキャラじゃないでしょうが。ごめんね、俺このゲームをディスるのどうなって考え思うかもしんないけど、やっぱまずいものはまずいって言うさ、大事じゃんそういう心嫌なものは嫌って言わないと。まあまあ、かしましいのはこれくらいにして。感じそういうんだ。それじゃシャーロット、何か感想はある？戻るから早く戻して。安易に女を信用してはいけない。はいはい、女はみんな狼だと心得なさいわ。戻ってもらっていいですか早く。というわけで、はい、今回のボーナスシアターはここまで。はいはい、またお会いするまで。お疲れ様です。 See you。 もう二度と会わねえからなお前ら。 See you。 ただあれなんだよ、 ゲームオーバーってさ、このゲームってあれじゃん、選択したらゲームオーバールートなんだよ。選択したらゲームオーバーに行っちゃうからさ、もう戻せないんだよやり直せないんだよ。いや、嬉しい誘いだけどごめん、ちょっと調べたいことがあるんだ。見るだけ見てねえ戻されるっていう他の一般的なゲームはさ、そのやっぱ操作にミスったらとかさ、あからさまな失敗とかだけどさ、これなんか曖昧だからさ、選択が読めねえよ。お前さんのことだ、巡回してたら例の殺人犯とばったりって可能性もあるぜ。どれだけ僕が不運だと思ってるんだ。連続殺人犯も気になるけど、それよりハリーさんだよ。彼の動向をつかまないと寝覚めが悪いからね。絶対ハリーだって、ま、そうだなこうハリーと連続殺人犯が並べて言われてたら、それは俺も疑うよ。自警団への参加はできないという返答にローリーは目に見えて落胆したようだった。そっか、分かった、うん、だけど気が向いたら顔くらい出してくれ、うん、顔見知りもいるだろうし歓迎するよ。まあ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 、それじゃあ、さまた今度。あと二日酔いは早く直した方がいいよ、依頼人が面食らっちゃう。まあ臭いもんな努力するよ。いやー、時間使っちゃったなまあそれが一番後悔だわ。ロンドン市警の警官は誰もが忙しく動き回っていた。しかし喧騒はなく、市警の内部はその動きに反して静かだ。
なんでさ、俺が時間気にしてるかっていうと、マジこのゲームの動画さ、めちゃくちゃパートいってんの。めちゃくちゃパートいってるし、このショーで絶対終わんないから、あんまり無駄遣いしたくないんだよ。俺も他のゲームやりたいからさ、もうはっきり言っちゃうけど、他のゲームやりたいから、終わらせたいんだよ。ごめんね、こんなやつがやってて。外回りや聞き込みを行っていた警官たちは署に戻っても報告書を出すだけで、またすぐに町の巡回に出立していくからだった。かといって一致団結というわけでもなく、警官同士の応対はどこかよそよそし、お互い何かを探るような気配すらもある。ハリーとエドガーの一件、そこで示唆された内通者の可能性が死刑の警察官たちを懐疑的にし、団結を妨げていた。そのような重苦しい空気の中、シャーロットは例の連続殺人事件の捜査に当たっていた。お、また前見たな、これ汎用だな。最初の被害者が発見されてから8日が過ぎた。被害者数は判明しているだけで12人に上っている。ロンドン市警は警官を総動員して犯人の捜索と地域の警戒に当たっているが、その成果はほとんどゼロに等しかった。被害者は全員刃物で切られて殺害されている。うん、おそらく同一犯という見立ては正しい。だけど殺された被害者同士には全くつながりがない。その場合やっぱ 表上で見えないんだろうな、そのつながりが。つながりっていうか、その悪いってことが。全員男性だが、年齢や経済状況は異なっている。広い屋敷に住んでいる裕福な者もいれば、安宿を転々としながら暮らしている者もいた。職業も違う。うん、靴磨き、配管工、家事使用人、家具職人、料理人、それに仕立て屋。住所も働いている場所にも共通点がない。殺害されている時間もバラバラ。時間バラバラなのすごいな。シャーロットはため息をついた。こんな時こそ目撃者や不審者の通報に頼りたかったが、今のところ有力な情報は寄せられていない。市民は潜む殺人犯に敏感になってる。不審者や見かけない人がいれば、いつもよりもずっと目につくはずなのに、町にはいつもより多くの警官たちがいる。危険を承知で単独行動で広い範囲をカバーしてる。なのにどうして捜索網に引っかからないのでしょうか。あー、でもそれあれなんじゃないの、やっぱ分かってんじゃないの、どこ見てるかとかさ。目撃者の証言だけでなく物的な証拠も乏しい。現場に残されているのは被害者の遺体だけだ。遺体と犯行の後、そのどちらにも犯人のものと思われる指紋や繊維片は残されていない。徹底してんな。証拠がなければ犯人像も定まらない。うん、どうしたらいいんでしょう。どうしたらいいんでしょうで終わるのやめろや。エドガーはまた自室で考え込んでいた。目の前にはいくつもの資料と自らの考えをまとめる走り書きのメモが散乱している。うん、証拠がないということはそれ自体が証拠足りん。うん、それにパトロールの人員を強化しているにもかかわらず事件が発生しているということは、手持ちの情報だけでは上層部を納得させるどころか部下たちを動かすことさえ問題があるな。また一旦やめる。残された手段は一つだ。だが本当にそうすべきか。警部、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。シャーロットは入れるんだな、この部屋に。あ、もちろんだ。デスクの上に広げられた資料を片付けながらエドガーが答える。いずれ話す時が来るだろうが、今はその時ではない。そう思いながらエドガーは乱雑に重ねた資料の束を机の引き出しの一番上へとしまい込んだ。しまうってそういう感じなんだ。現状の報告は以上となります。より一層警備体制を強め、犯人の確保に全力を尽くす所存です。そうだな、わかった。報告ありがとう。まあでもそれやっててダメならもうなんか違う方法を考えた方がいい気もするけどな。承知しました。では失礼します。強化するだけじゃねえ。ああ、シャーロット。一礼して出て行こうとしたシャーロットをエドガーが呼び止めた。彼の眉間には深いシワが刻まれている。毒を持って毒を制する。
という言葉をどう思う？どういうことだ？悪を取り除くために他の悪を利用する。うん。理屈は理解できますが、好きではありません。ハリーがやってたスタイルじゃん。好き嫌い抜きなら、そんな正義もあると思うか。もしも連続殺人犯を殺すことでしか止められないのなら、犯人を殺害した警官は罪に問われるべきなのか。だいぶ追い詰められてんじゃん、エドが。そこに至るって結構追い詰められてるぞ。警部の口から出てくるとは思えない言葉ですが。そうだよね。もちろん罪に問われるべきです。うん。相手が誰であっても殺人は殺人。うん。人を殺すなんてもってのほか。まあ重いわな。悪を正すのが正義です。うん。そもそも警官は誰も殺しません。バカ、優しいな。犯人を逮捕し法の裁きにかける、それが警官ではありませんか。でもね、自己防衛っても大事だから、いざという時、ほらアメリカとかじゃ特にそうじゃん。まあ今はもう殺害じゃなくて麻酔銃とかだと思うけどさ、ねえ、いざという時は撃たないと。逮捕するにしても、うん、証拠や証言が必要です。都合の悪い証拠だって無視することはできません。うん。相手が誰であっても、いついかなる時でも、警官に求められるのは公平公正な姿勢です。真面目だな。警官として毒を持って毒を制するわけにはいきません。それが私の考えです。まあまあわかるよ。そうだな。優しい目してんな。優しい顔してんないとか。すみません、偉そうなことを言ってしまって。うん。でも私は結果だけが全てだとは思っていません。まあまあまあ、うん、若者にしては殊勝な心がけだ。私が孤児院にいた頃、毎週火曜日はパンケーキでした。それはハッピーな日ですか？パンケーキ。パンケーキでさ、眉間寄せるのやめてくんない？経験豊富な人が。でもシャーロットが何を言おうとしているのかすぐには分からなかった。院長先生が作ってくれたんです。うん。子供たちも多かったし、みんなはたくさん食べるから、いつも信じられないくらいの量を焼いていました。へー。だから院長先生は火曜日にいつも以上に早起きして仕込みをしてたんです。先生、ある時あまりに大変そうだったので、市場で生地を買ってくればって言ったんです。うん。それなら焼くだけで済むって。お金がかかんじゃないの？でもそれじゃダメだと言われました。は？私たちのことを思いながら作るから美味しくできる。は？パンケーキを作る過程も大切なんだって。先生って言おうと思ったけど、多分お金だよ。多分お金じゃないのかな。多分お金のことじゃない、お金の兼ね合いだと思うけどな。ちょ、俺がひねくれてるからさ、そういう風に捉えちゃうけど。だから君も家庭を大事にしているのか。まあまあ、それからまあ受けたのか。それなら最高だったんですけど、つい先日院長先生にお会いする機会がありまして。あれ？その話をしたんです。あれ？すっごく感動してすっかり感心してたって。これあれじゃないの、バットだったから、これ俺当たってんじゃないの。そうしたら格好つけすぎたって。ほらほらほら、罰が悪そうに本当のことを教えてくれました。いや、これが大人なんですよ。実は院長先生、生地を買ってきたこともあったんです。でも焼いてみたら焦げたり硬くなったり、余計に手間が増えたから、それで懲りたんだって。まあまあまあ、三角だな。俺の答えはお金がかかるって三角だったわ。実直な人のようだな。ちょっとがっかりしたのは事実ですけど、うん、院長先生が言ってたことは今でも正しいと思います。楽をしようと思って、確かに確かに、大失敗したのも事実ですから。そうだね、楽をしようと思って生地を買って失敗してんだからね。確かに確かに。だから私は、うん、いつだって地道にやるだけです。泥臭くとも堅実に、ロンドン死刑のやり方で。そうすればきっと道は開けます。ちゃんと結果出してね、お前ら。あのグリーンメイスンだって尻尾を見せたんです、うん、まだつかめてはいませんが、でも必ずその時は来ます、うん、私はそう信じています。結果出してね。実に君らしいな。はい、ありがとうシャーロット、いろいろと参考になった。何何教えられてんのお前。常に誇りを持って職務に当たっているつもりでも、自分を誇らしく思うことは少ないとエドガーは思っていた。だが誇らしい部下を持ったことは否定しようがなかった。はい、
では失礼します。いい子だな。でもシャーロットは見回りの後にもう一度情報を洗い出してみます。うん、再度ご報告に上がりますね。おう、いらっしゃい。町に警官が溢れているのなら自分の姿を隠すには、その犯人側の視点に立ってね、証拠がないことが何よりの証拠だ。うん、もはや否定してみたところで意味はないか。すでに覚悟は決まったが先のことを考えると気が重い。だがもう立ち止まりはしない。部下に背中を押されたのだ。でもさ、これさ、ちょっと俺のそのハリー説をちょっとカバーする形でさ言うけどさ、ハリーってさ元警官だからさ、いくら警官がさ私服になってさ見てようがさ、その見回りしてようがさ、ハリーは顔知ってるからさ、あれなんじゃないの、わかるんじゃないの、あ、ここは警官がいるなみたいな、私服警官がいるなってわかんじゃないの。歳を取るのもそう悪くはないのかもしれない。どんどんハリーが犯人説に寄っていくな。俺はどんどん持ってかれる考えが。エドが定めた書面を経来出かけたシャーロットのデスクへと置く。そして自らまた雨が降り始めたロンドン市街へと歩みを進めた。ロンドン市街を濡らす雨が徐々に強くなってきた。まばらだった人影がますます少なくなっていく。今回は人の目を気にする必要もないだろう、そう男は思った。彼の目的地はそう遠くはない。確実にやり遂げる。男の覚悟はとっくに決まっていた。路地裏出た何度目の登場。男は薄暗い路地に入った。大通りと並行して走る細い道だ。いつもここじゃん。水はけが悪く、あちこちに大きな水たまりができている。その水面を揺らすのは大粒の雨粒と太ったネズミたち。不意に男が足を止める。行く手を塞ぐように人影が現れたのだ。止まれ、そこで何をしているんだ。あれ、エドガー、わかるのか。エドガー警部、パトロールの最中です。声がダメだって声があいつじゃん。下手な芝居はやめるんだ。あ、この時間に付近をパトロールする担当者には先ほど会った。エドが危ないぞ。バッジか、顔を見せるんだ。エドがやっぱ勘が鋭いな。やれやれ。あ、警官が帽子と服を脱ぎ捨てると隠された顔があらわになる。ハリー・ブラウン、彼は死刑の制服を利用して正規の警察官に変装していた。お久しぶりとも言えませんね。どうしてここに、こんな天気にこんなところで風邪をひきますよ。ちょっと怖い色変わってるけどな。お前も、お前だって同じだろうに。今日は家に戻って休んだらどうだ。それはできない相談ですね。仕事があるんで大事な仕事ね。絶対こいつだって何が証拠かって、やっぱさ、ジャックと同じような感じって言ってんじゃん。ジャックもその正義のためにだからさ、もろかぶんだよ。ハリー、死刑を辞めたのはこんなことをするためだったのか。エドが分かってんのか。違うはずだ。ことの発端はサルーフ福音教団の件だろう。うん、いや、アドラメリクの汚職疑惑か。ちょっともっと手前で終わればよかったな。ちょっと時間があれだから終わろうかなと思ったけど、ごめん、切り悪いわ。ちょっともうちょっといく。あー、でも絶対ここに何かあるよな。じゃあごめん、じゃあこれで一旦切るわ。じゃあ、あざした。